ちなみに雨とか冬はどうするんだと、こういうことが当然これ導入する話し合うとき最初話になったんですね。まあ率直に言いますけれどもですね、そういう時はまあ好きな方が乗ればいいんであって、実はですね、だいたい1年間快適に乗れるバスはですね、一節さんも1年中もうそこら中を走らせてくれてるわけです。そうじゃなくって本当に最高な季節にどこにもない 120%、150% の開放感と思い出、これをね、ぜひ味わっていただきたい。よそにあるようないつでも快適なものを作っていたんじゃね、やはり都市間競争の中で一歩抜け出ることができない。やっぱりこれから都市作りね、何が強いっていう、こういった尖りが大事だと思うんですね。そういった意味ではこれからの季節、本当に、今日はちょうどちょっと風が冷たいんですけれども、これから本当に最高の季節になってきて、また多くの方がですね、福岡でしか味わえないそんな楽しさ、プライスレスな思い出を持って帰っていただければというふうに期待をして、私の挨拶にさせていただきます。